誕生日に贈る言葉。3月5日生まれの理想主義者のあなたに、キキ物語。3月5日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたは、気迫にあふれた理想主義で野心的、夢見がちでじっとしていられない性格です。繊細で直感力が鋭い面もあり、有意義かつ創造的な活動を通じてたくましい想像力を発揮します。変化を求める気持ちが強く、ワクワクするような新しい自己表現の手段を絶えず探し求めています。衝動的な面もあり、何かに集中すると気の赴くまま突発的な行動をとることもあります。支配性の蟹座に太陽がある影響から、第六感が鋭く、また重要的で、周囲の影響を受けやすく、天性の勘の良さで人の気持ちを敏感に読み取ります。面倒見がよく心の温かい人ですが、他人の問題を自分のことのように感じてしまう点には注意が必要です。真面目で現実的な割に、激しい感情の波に流されやすく、時には神経質な振る舞いや芝居がかった言動が見られます。生まれつき温かい心の持ち主で、相手に大きな期待をかける傾向があり、愛する人のためならどんな犠牲もいといません。困難や挫折に直面した時には、悲観的になったり物質主義に走ったりしないよう注意しましょう。気落ちすると現状を見て見ぬふりをしたり、現実逃避に走ったり、自己憐憫にとらわれたりしやすいので気をつけましょう。自分の直感に対する自信を深めれば、どんなに思いがけない人生の転機が訪れても、それをチャンスに変えることができます。様々な活動や職業を経験してみたくなるのは、旅を愛する心や天性のビジネスセンスがあるためです。15歳までは太陽が魚座にあるため、多彩な才能に恵まれた愛情深い理想主義者になりますが、感情に流されやすく飽きっぽい一面もあります。16歳から45歳までは太陽はお羊座にありますので、次第に自信が深まり、積極性が増し、野心的になります。何か新しいことを始めたくなり、おそらく共同事業で利益を手にします。46歳以降、太陽が牡牛座に入ると、これが次の転機になります。以前よりペースダウンして、安定した生活や経済的安心感をより切実に求めるようになります。3月5日の誕生花はオランダアヤメ。花言葉はメッセージ。ラムサからの今日のメッセージ。一つになりたいという魂の象形、あなたの魂のそのエネルギーは、あなた自身を神にすることもできるほどに凄まじいエネルギーである。それは今すぐにでも顕現させることのできるエネルギーである。あなたが意識をどこに向けるか、それを選ぶのはあなただけだ。それでは、あなたにとって大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。